新型コロナの新たな変異ウイルス、オミクロン株の感染が各国に広がっていることを受け、G7 主要7カ国は29日に緊急の保健所会合を開きます G7 の議長を務めるイギリス政府は、感染が広がっているオミクロン株への対応を協議する緊急の保健所会合を29日に開くと発表しました会合はオンライン形式で開くとみられます オミクロン株はヨーロッパを中心に感染が拡大していて、これまでにイギリスやオランダ、香港、オーストラリアなどで確認されています。28日にはカナダの首都オタワで2人がオミクロン株に感染していることが明らかになり、南北のアメリカ大陸で初めての感染確認となりました。地元当局によりますと、いずれも最近ナイジェリアへの渡航歴があるということです。 また、アメリカでは国立アレルギー感染症研究所のファウチ所長らが、バイデン大統領にオミクロン株に関する情報を報告しました。感染力や深刻さに関して確実な情報を得るにはおよそ2週間かかるとの見方を示したということです。こうした中、日本政府は南アフリカをはじめとする9カ国からの入国制限などの水際対策をさらに強化することを今日にも発表します。 世界的なこの拡大の動きもありますので、このさらなる水際対策の強化については、引き続き検討を行っており、しかるべきタイミングで、これらについても発表したいと考えています。